ね、俺は個人的には椿有利だと思うので、アラクネとしては厳しいとは思いますけども、椿弥生アラクネ、名前的には明らかにちょっとこのクラゲな椿ですけども、これこの大会が終わったら決勝に行くんだって自分もじゃねえよな。ここはなんか開幕バーストしないと使っているが、ここはナスルカウンターから3勝させて、ガキラベルさんに挟まれて、これはちょっと回ってますガキじゃないよ、ガキが付いてしまう、ガキが付いて3つの2人がしゃがみながら2つの A が立ってしまう、まだまだ3つの2人、オートマンがガードできてなかったか、おーまだまだ、ガキが終わったらまだやりたい、ガキが行くから、ダイブに倒してしまう、まだ1つでもやった、さあここはリゲージ入って一旦中止、さあここでラブリーが溜まってしまう、溜まってしまう、さあバーストこれはバーストを4段でしょうが、バーストを使わずに出必要なも逆に1ラウンド取り返したら、じゃない1ラウンド選手することは入れてたじゃない、どっか俺このポイント入れてあったっていう、さあ全員で空振りにしっかり交換からさせていきたい、ちょっと休みか、こっちよ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 、タッチッパー、まあ大差ですね、スパーは値段も安いですからね、今何でしょうか、何でなかったごめんなさい、さあどうやらヘローにかなりヤバい人のようなことになって、これは死にはしない、さあカシディの空振りにしっかり差し込んでいく、さあ2周はジャンさんていくが、再び西、なんか西って結構前の地獄あんのって形で当たったりしますからね、バーストを1に最初ラウンド、さあアイショットが美味しかったのはどちらかというとこうだ、結構さあ達成対空だったが、さあここは空前でこの位置かとかで、さあバーストを使いにとりあえず死は免れる、さあこの状態は楽に有利とも言いたい有利がたい戦隊もありましたが、ここで楽に吹いて、まあ、完全にもう荒川さんいいぞ、ガードプライマーがやばかった、いやちょっとこれはもう人がやばいですね、じゃあこれまだワンチャンある、さあダッシュして当たってしまうのか、ここは噛み合った、さあダッシュじゃない、食べたがここで終わってしまいそうだ、さあ来い、貴様はこちら側だ、ここでアラクネというかメイアラクネが2位勝利、それでは1回戦第3試合 FT かっこ何これニューサーティンとガチ7ヤチーム対 SPDP かっこまこと